こんにちは、いちごタルトです。今回はこちら、前回の動画で作ったお米ご飯を使って今日はキャンプ飯に挑戦したいと思います。で、挑戦するのは独学ラーメン店長チャンネルさんが紹介をされていたこちら日清のカップ麺、カップヌードルを使ったカップヌードルチャーハンを作っていきたいと思います。簡単にこのそば飯的な感じになるのかなって想像してるんですけど、このカップ麺、カップラーメンは中に結構具が入ってるので、そんなに具も入れなくても簡単に具入り具だくさんのチャーハンができるみたいで、味もしっかりついてるので、ご飯とこれを混ぜてどんな感じになるか、美味しいのか、美味しいって言ってたから動画でもめっちゃ美味しそうだったんですけど、2人とも作ってみたいなと思って作ってみます。で、独学ラーメンチャンネルさんは普通の方のノーマルタイプのカップヌードルを使ってたんですけど、タルトは今回ちょっと変えてカップヌードルのカレー味バージョンで作ってみたいと思います。カレーピラフとかはね、よくあったりするので、カレーでも美味しいと思います。作っていきます。で、用意するのはこの日清のカップヌードルと卵1個、あとご飯です。じゃあ早速作っていきましょう。じゃあまず最初にこのカップヌードルをお水でふやかしていきます。開けまして、普通はお湯を入れると思うんですけど、お湯は今回使いません。なのでいる機材としてはお水と、あとフライパンとかで、今回はメスティンを使ってやっていくんですけど、メスティンと、あと今回はガスバーナーを使ってやっていきます。炒めれるものセットが必要です。で、まず開けて、こんな上まで入ってたっけ、すごい。あ、めっちゃいいね。ここにお水を入れておきます。麺が浸かるまでお水を入れます。お湯じゃないので注意です。あ、待った、セーフ危ない、一番大事なとこ忘れてました。やばいやばい、ちょっと待って、ちょっと待っててください。危ない危ない、大事なジップロック、これがちょっと必要になってきます。開けてこの中に入れて、まず麺を砕きます。チャーハンとしてご飯と炒めるので、もうちっちゃく砕きます。全部入れて、麺さんが来ない。起きた。あ、そこまで詰まってるんじゃなくて上の方に溜まってるのか。よし、こんな感じで、あ、いい匂い。入れまして、閉じまして、こうやってにぎにぎ細かく砕いていきます。結構硬いな、これ。はい、こんな感じで砕きましたら、もう一回このカップヌードルの容器に戻します。入れたら、この中にお水を入れてふやかしていきます。浸かるぐらい。あ、でも結構量あるよ。こんな感じで、上に浮いてきちゃうけど水に浸るぐらい入れます。そうしたら置いときます。で、その間に、よいしょ、ガスバーナー、チャーハンを炒めていきます。これも外の、前回外で使ったやつです。前回じゃない、この前外で使ったやつです。外の外、外外。じゃあここでご飯の登場です。食べかけのかき混ぜたからぐちゃぐちゃなんだよ。チャーハンなので卵とまずご飯をかき混ぜていきます。なのでさっき作ったご飯をちょっと寄せます。寄せてここに卵を入れます。じゃあまず火をつけて、よーし。で油を引きます。あ、ご飯がジュージューいっとる。そりゃそうか。弱くしたい、弱くしたい、弱くしたい。消えた？ついとる？よし。で、卵割ります。割り入れます。この前みたいになんだろう、スクランブルエッグじゃないけど卵を温めて固めてご飯と混ぜます。先に卵と混ぜた方がいいって聞いたこともあるから混ぜちゃいましょう。よいしょ。もうね、ご飯ちょっとしゃびしゃびっぽかったんですけど、こうやって炒めるからちょっと水分飛んでいいんじゃないでしょうか。あ、でもこの後にカップラーメン、カップヌードルを入れるんですけど、汁ごと入れるからよりしゃびしゃびのしゃびしゃびになっちゃうかも。ちょっとじゃあ十分水分を飛ばしておきましょう。そしてめっちゃ量が多い0.6 合だからな。そりゃそうか。美味しそう。こんだけでも美味しそう。あ、いい匂い。卵とご飯かき混ぜすぎてぐちゅぐちゅになっちゃって。まあこんな感じで卵と混ぜれましたら、ここにもう一回スペースを作って、ここにこのふやかしておいたカップヌードルを入れます。汁ごと入れます。熱い、熱つつつ。汁多いな。ちょっと中身だけでいいんだけど、汁が多い、多すぎます。全体的に水っぽいよ。よいしょ。これメスティンの許容量ギリギリ。キャパが大丈夫かこれ。ああいやー、ちょっと厳しいぞ。どうしましょう。かき混ぜたいけどチャーハンじゃなくて雑炊みたいになっちゃう。すごいなこれ。美味しそうなんだけど見た目が。あ、でもめっちゃいい匂いします。カレーの。まだあるんだよね。もったいないからさ。よいしょ。全部入れたい。これはこれでありだよね。なんて言うんだろう、カレーにご飯入れたみたいな。もうチャーハンじゃない、これ。なんだろう、水気飛ぶんかな。ずっとやってれば飛ぶ。チャプチャプいってる。美味しそうなんだよ。美味しそうなんだけど水の量が全体的に多かった。終始強火でいいって動画でおっしゃってたので、強火で。かき混ぜたはずが真ん中普通に白いご飯だった。かき混ぜなきゃ。カップヌードル1個分プラスご飯だから結構量は多くなりますよね。そりゃそうや。ちょっとどうですかもうなんかこれ以上ならない気がするから妥協しようかな。ちょっと、はい、ということで完成しましたということにします。カレーチャーハン、日清のカップヌードルカレーチャーハンを目指した、なんだろう、何かですでもめっちゃ美味しそうだよ。普通に絶対美味しい。こんな感じです。チャーハンにはなりませんでした。パンパンすぎて食べきれるかなでも美味しくいただきたいと思います。完食するぞ。美味しいかな。じゃあそれでは早速いただきますお味はどうでしょう。まずは匂いから。カレーとでもカレーのラーメンの匂いもして美味しそうな匂いがします。卵も入っとるでまろやかかな。いただきます。熱い、美味しい。でもいろいろな味がいます。カレーラーメンの味が最初に来て、でも卵のこのまろやかな味もすぐに来て、すごいマッチしてる。美味しい。しゃぶしゃぶだけど美味しいです。麺はね、麺も感じる。麺というよりはご飯のが感じるかな。カップヌードルに入ってるちっちゃいネギとかが入ってるから、シャキシャキもするし、食感も味わえて美味しいです。ちょっと今回はご飯を柔らかく炊きすぎちゃったかな。あとちょっとカップヌードル、でもちっちゃいのかな、ご飯がちょっと柔らかすぎちゃったかなと思うんですけど、味は美味しいので皆さんまた作ってみてください。上手に作れたかもご報告お待ちしてます。ということで最後まで見てくれてありがとう。